する機会が増えましたけど、一応六花茎が、180度全体的に重いブワーッと咲いているところが非常に生えた個体になります。なのでタケノコ系というのはカタセタム、シクノチェス、モルモデス、ガレアンドラとかそういったものを全部総称して、まあ、バルブがタケノコみたいになるもの、こういったものを全部タケノコ系と若い人たち、まあ、あのメディアなんかで報道されるようになってきています。で、育てるポイントをですね、ざざっとご紹介していきますと、タケノコ系は非常に暑さに強いです。あのもう40度超えてもへこたれることはないかなっていうぐらい暑さに強いですので、あまり夏の暑さを気にする必要はないです。で、寒さはですね、まあ、10度あった方ができればいいかなと思います。冬はですね、葉っぱが落葉して休眠状態に入りますので、あまり踏んでお水も与えませんので、その分乾燥と寒さにはある程度耐えられるんですが、やはり育てるんであれば10度はあった方がいいかなというふうに思います。一時的に多分7度とか5度まで下がるのは全然耐えられると思いますね。で、夏場の水やりは、あの夏場この葉っぱが大きく展開した頃が一番の成長期ですので、この時はですね、非常に水分を欲してますので、植え込み材料の表面が少しでも乾いたらもうたっぷりどん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 水をあげてください。ここまで大きなバルブを作りますので、相当水を体に溜め込みますので、まあ、夏場ですと5月から10月にかけてですと、日差しはちょっとやっぱ紫外線も強いので、あの遮光ネット大体 50% 遮光ぐらいの明るさ、半日陰を作るような明るさで、管理して、それが室内に日が差す場合はレスパー点越しぐらいの明るさでも十分育てられるかなと思うんですけど、なるべく当たる時間を、日が当たる時間を長くしてあげる方がいいかなというふうに思いますので、日照時間をこう長く確保してあげるっていう方をどちらかというと工夫していただければなと思います。で、特にバルブを太らせるために水分、先ほどお水やりをもうじゃんじゃんあげてくださいって言いましたけど、それプラス秋口に非常に日照量を多く当てていただければと思います。水分を多く吸って、まずはこの株をどん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 大きくしようとします。どん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 大きく育とうとして、で秋口になってくると今度どん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 横に太ろうとします。バルブを太らそうとしますので、バルブを太らせるためにはですね、水分も必要なんですけど、やっぱり日光浴させるとすごくバルブが充実してきますので、特に9月から11月にかけては風通しがいい方、もう一日中風が通るような方は場合によっては直射日光でも大丈夫です。で、葉っぱが少し焼けたとしても結局最終的に冬には落葉するので、多少葉っぱが焼けたとしても、日を強く当てる、ちょっと葉っぱが黄ばむぐらい強く当てるのは全然問題ないです。その方がバルブはものすごく太ってきます。ですのでポイントとしては、初夏に新芽を大きく育てる上で、まあ、水やりを多くするっていうのと、あと秋に特に日照量というか光の強さですね、光の強さをちょっと、強く当ててバルブを太らせてあげるっていうのが一つのポイントになります。で、水やりをの与えるタイミング、これが、タケノコ系の重要なポイントになります。新芽が出始めの際、こういった画像を見て、まあ、自分の育てている株がですね、新芽がちょろっとこう出ていると、あ、成長始まったなと思って、大概のがんはですね、ちょっとこういう新芽が出てきた段階で水やりを開始したりすると思うんですけど、タケノコ系の小さな新芽っていうのは意外と群れに弱かったりしますので、まだこの出始めの小さな、状態、まあ、ここにもあるんですけど、こう付け根からちょこっと芽が出てきた状態の場合は、まだ根元へのたくさんの水やりっていうのは我慢していただいて、少し置いておいてもらいます。で、こちらの新芽はもっと大きく伸びてますよね。これならもう水やりしてもいいかなと思うんですけど、これももうちょっと待ってください。で、まず新芽が伸びてくると同時に根っこがたくさん出てきます。新しい根っこがたくさん出てきますので、根っこが多く出てきたなっていうのを確認できたら、この根元の根っこの部分だけは霧吹きで水をシュッ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 かけていただくのは全然大丈夫です。この芽を濡らさないということが一つポイントになります。じゃあいつ頃水をやった方がいいかというと、こんな感じに葉っぱが2枚から3枚大きく展開し始めてから水やりを開始していただければと思います。この大きさもですね、10センチ以上なっていただいた方がいいかなと思います。なのでこんな感じに葉っぱがこう広がり始めてますよね。こっちも葉っぱが
3枚か4枚ぐらい広がり始めてます。ここまで来たらもう水やりは最高、もうバッチリやっていただいて、ジャブ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 水あげて、あげていただいて大丈夫です。ここまで来ればですね、やられる、新芽が腐るということはなくなりますので、ただしですね、まあ10センチも大きくならない場合もあります。これなんかはまだ苗の状態ですし、小型のタイプのフレーズダンなんかも小型のタイプですので、そういったものはなかなか新芽がここまで大きくなりませんので、そういった小型のタイプはどうすればいいのっていうところですと、10センチ満たなくてもこの葉っぱが 3,4 枚展開してくれれば水やりを開始してもらって大丈夫です。とにかくこう葉っぱが広がることが大切です。そこまでは根元への水やりは、極端にいっぱいあげることは控えていただいて、霧吹きで根元を簡単に湿らせてあげる程度で、ここまで葉っぱが広がってくればもうジャブジャブ水やりしていただければと思います。もう好きなだけ水かけていただければと思います。で、水やりと同時に肥料も与え始めて大丈夫です。で、水やりの頻度はですね、本当15センチ以上とか大きな新芽になっていれば長めに当てても問題ないですし、水分量が非常に、水分要求量が高いですので、次の5、6月の梅雨の雨は好都合になります。その分風通し意識してください。風が通るようにしてあげていただければとなと思います。で、注意点としては梅雨の雨は OK なんですけど、秋雨は当てないようにしてください。秋雨の時にはもうバルブが完成し始めて、休眠に入ろうとする時期に入ろうとする一歩手前になりますので、そこで過剰な水分を与えてしまうとですね、腐る原因になってしまいますので、秋雨になったら雨には当てず日によく当てる、で、鉢への水やりは乾いたらたっぷりっていうぐらいのやり方で大丈夫です。で、成長期に与える肥料なんですけど、非常に肥料を好む種類でもありますタケノコはですね、ですのでかなりバルブを太らせるために肥料はしっかりと与えてください。で、最近は交配種、ほとんどのタケノコが交配種ですので、交配種になると生育が丈夫になって生育がどんどん旺盛になってきますので、肥料を与える量は、有機肥料の場合は書いてある規定量よりも多く与えていただいても全然大丈夫です。私なんかこの有機肥料のおまかせなんかをよく使ってるんですけど、これなんかは書いてある、量よりも3号鉢で4粒とか5粒とか与えてもらっても大丈夫です。有機肥料はあまり効き目が強くないので、与えすぎても根焼けすることがあまりありませんので、とにかくタケノコ系は肥料も水分も成長期は欲しますので、その分しっかりと肥料を与えていただければと思います。ただ効き目が強い化成肥料ですね、こういったモルコート、効き目が長く、これなんか半年ぐらい持つ肥料なんですけど、効き目があるんですけど、こういったものの場合は規定量を与えていただければなというふうに思います。で、もう一つの肥料を与えるポイントとしましては、これも重要ですね。秋頃に9月頃から、開花促進用の肥料を与えることが一つポイントになります。開花促進用っていうのはリン素分が少なくてリン酸分が多い肥料を与えます。花芽分化、花芽を咲かせるための促進のための肥料になります。固形ですとバットグアノ、コウモリの糞の呼ばれてるやつですね、バットグアノが効果的ですし、液体肥料だと、ホストップっていうものなんかが、非常に効果が高いかなというふうに思います。あとタケノコ系の栽培の、ポイントとしては、この肌にですね、肌にが非常につきやすいのがポイントです。特にこの時期ですね、この時期とかこの葉っぱの後ろが乾いたりしてると、ここに非常に、肌にがついてきます。ですので、肌にに効く汎用性の殺虫剤か、または殺ダニ剤、こういったダニ剤の、薬を撒いていただく方がいいかなと思います。で、こういった殺虫剤を撒くときはですね、このダニのついた株だけでなく、その周りにある株とか周りにあるものにも全体的にかけてあげてください。そのダニが他のところにも散っている場合がありますので、その株に集中的にかけつつも、その周りの株とか他の部分にもかけてあげることが大切です。で、たまにですね、このタケノコ自体からです、タケノコの葉っぱ自体から蜜が出てくる時があります。葉っぱの後ろからちょっとベタベタする時があるんですけど、そういった蜜を狙ってそれに肌にがついてくる場合がありますので、蜜が出ている場合は拭き取っていただくか、もう
肌にが来ることを見越して先に殺菌剤をかけて予防するかっていう方をしてあげた方がいいかなというふうに思います。ですのでこの葉っぱの後ろとかがこうまだら模様になってないか、ちょっと模様が出てないかっていうのは今の時期から、よく見ていただければなと思います。特にこういう葉っぱが薄いタイプ、リカステなんかもそうですね。リカステとかこういうタケノコ系なんかは肌にがつきやすいですので、そこは、注意していただければなと思います。あとタケノコ系育てていると根っこがこう外にバーって出てくる時があります。これ気根って言います。根っこがこう急に外に出てきちゃったんで初めて育てられる方どうしようと思う方なんかもいらっしゃるんですけど、この気根は元気な証拠です。ですのでこのままにしておいてもらって大丈夫です。あの気根が出ない個体なんかもあるんですけど、気根が出ることは決して悪いことではありませんので、まあこう根が空中に伸びて空中の湿度を吸収しようとするんですけど、湿度とか自生地だとこの上に葉っぱが落ちて、葉っぱが落ちてその枯れた葉っぱが栄養分になったりするんですけど、まあそういった役割をするこの気根は、特にあの冬は落葉した後こんな感じで見栄えもするので、飾ったりするときに見栄えもするので、気根はこのまま、増やし続けても問題ありませんので、そこは意識していただければなと思います。あともう一つタケノコを育てるポイントの、中でもこれ意外や意外だったんですけど、実はですねタケノコ系のこのやっと花芽が出てきました。花芽がピューって出てきました。夏一生懸命育てて花芽が出てきたんで綺麗に咲かせるために、じゃあ湿度のあるところに置いといて綺麗に咲かせようと思ったら、これがねダメだったんですよね。私も 何個も花芽が出てたのをワクワクしてたんですけど、それで湿度の高い温室の中に置いといたらみんな花芽がしけちゃったんですよね。なんでかっていうと、実はですねバルブから出始めた新芽花芽っていうのは意外と高湿度に弱いんですって。ですのでこういったまだ新芽が出始めてつぼみが見えないぐらいの新芽の時はですね、あまり高い湿度のところに置かない方がいいです。できれば私たちが住んでいる環境、過ごしているぐらいの湿度ぐらい、まあリビングとか事務所とかそういったところぐらいの湿度で十分よく育てられ、十分花芽はきれいに伸びるそうですので、花芽が出てきたらあんまり湿度の高いところに置かないようにしていただければなというふうに思います。逆に言うと温室持ってる人はね、しけさせることが多いんですよ、タケノコっていうのは。特に花芽が出たばかりの時は。なので温室持ってる方だったら風通しのいい場所に移動してもらったりぶら下げてもらったりして、ご家庭で育ててる方は、まあご家庭で育ててる方はすごい湿度が高いってことはあまりないと思いますんで、そのままリビングで育てていただいても大丈夫かなと思います。でこうつぼみが分かるぐらいの大きさになってきたら、もう湿度が高くても大丈夫です。こんな感じにもう肉眼でつぼみが分かるぐらいのサイズになってきたら、もう湿度が高いところに置いても大丈夫ですし、少しだけ花をきれいに咲かせるために少しだけ水やりを再開します。基本的に葉っぱが落葉したら水やりを与えなくてもいいというふうにご説明させていただいているんですけど、花芽がついてつぼみが確認できるようになったら少しだけ水やりは再開します。やっぱり花を咲かせるって水分を使いますので、その分外からも水分を吸収させてあげた方が花はきれいに咲きやすいですので、つぼみが膨らみ出した、つぼみが確認できるようになったら少しこの植え込み材料の表面が少し湿る程度ぐらいは水やりしていただいて大丈夫です。そうするとこれ今年の私が冬に家で咲かせたフレッドクラーキアの緑のちょっと珍しい個体なんですけど、家で咲かせてもこれだけ綺麗な花が咲かせるようになりました。このままこの個体をそのまま多分秋頃温室に置いてたらそこで湿気が蒸れてしまって今年も咲かなかったかもしれないです。家に持ってきて、まあ、家で咲かせることの方が逆にタケノコ系は綺麗に咲かせられるっていうことが分かりましたので、家で栽培している人の方が秋冬の環境は実は好都合だったりします。ですので基本的には落葉したらですね、こんな感じに落葉したら根も鉢への水やりは控えていただきたいんですけど、花芽が出てきたらやっぱりその分水分は使えますので、少しこの表面が濡れる程度は水やりを再開してもらって大丈夫です。鉢の下から出るほど与えなくて大丈夫です。表面に少し水が溜まる程度に与えていただければ、また十分きれいに花が咲くようになりますので、まあ乾かしすぎない、乾かすんだけど乾かしすぎないっていうところがちょっと難しいかもしれないですけど、そういうところをちょっと意識していただければなというふうに思います。
で、タケノコ系とかランを育てるためのおすすめ資材をご紹介します。まず軽い鉢底石ですね。こちらにあります、軽い鉢底石、これ私が所属している園芸用土メーカープロトリーフの人気商品でして、非常に軽さのある粗めのパーライトになってます。このパーライトがですね、黒曜石パーライトっていう普通のパーライトよりも質がいいものを使っておりまして、これを鉢底石にすることによって鉢の中の水分がですね、ミネラル水に変える性質がこのパーライトはありますので、非常に根腐れ防止とか土質の安定につながります。これ今回大場文雄さんがですね販売しておりますので、花でも野菜でもランでも何でも使えますので、よかったらたっぷり12リッター大容量ありますので、ご興味のある方ご購入いただければなと思います。粗さもね、いろいろまばら、ちょっとなるべく粗いものにしてはあるんですけど、ちょっとまばらなので、この中で細かいものは植え込み材料に使っていただいても大丈夫ですし、粗い部分だけ鉢底石に使っていただいても大丈夫ですし、この軽い鉢底石は植え込み材料としても非常に機能が高いですので、ぜひ、使っていただければ嬉しいです。普通の油かすよりも特殊な製法でできてますので、匂いが少なくてカビなくて虫がつかないっていうので、非常に有効性の非常に画期的な有機肥料になります。私も普段これをよく使ってますし、多くのラン愛好家生産者も皆さん使用されております。カトレアで有名な諏訪田農園さんなんかもこれをメインに肥料で与えたりしてますので、この肥料をしっかりと与えていただければと思います。五島園芸さんで常に買えますので、ぜひ足りなくなったらご購入いただければと思います。で、秋に与えるリン酸系の肥料として、液体肥料としてホストップの方をご紹介させていただきましたが、ホストップっていうのは坂田の種さんというところが販売されている、リン酸系の肥料になります。で、殺虫剤ですね、ハダニがつきやすいと、タケノコ系はハダニがつきやすいと説明させていただきましたので、ハダニを防止するたびの汎用性の殺虫剤としてはこのベニカ X ファインをおすすめします。これ多分ホームセンター入れてどこに行っても必ず売ってますけど、どこに行ってもあるぐらい非常に効果がある、本当に効果がある薬です。これ1本でアブラムシ、カメムシとかアザミウマとかカイガラムシとかハダニとか、これ1本で退治することができます。本当に有効成分が3種類入ってるんですけど、非常に効果の高い有効成分が入ってますので、まずはこう出てしまったらこれでシュシュってかけていただくのが一番手っ取り早いかなと思います。そんであまりにも広がるようだったり、全体いろんな株とかにも広がってようでしたら、最初にご説明した殺ダニ剤、ダニ専用の薬剤をかけていただいた方が効果的かなと思います。まずは出てしまったらこれをかけていただく方がいいかなと思いますので、1本持っておくとすごく便利ですので、ぜひ、使ってみてください。これも五島園芸さんでいつも売ってますので、よかったらご購入いただければと思います。ザザッとですが、タケノコ系の解説と世界ランデの解説とおすすめの資材を、ご紹介させていただきました。ちょうど1時間過ぎたところになりますので、これで、今回の解説は、終わらせていただきたいと思います。で、今回はありがとうございました。どうもありがとうございました。